すいません、 IWJ の奇跡と申します。昨日の参議院の参考人で小川さゆりさんが一番最後に、北朝鮮の、ミサイル開発資金になっているとお金が統一教会からお金が渡っているというところまでちょっと踏み込んでお話しされたと思うんですけれども、今回のこの法律でそういう統一教会の、国際的な組織犯罪みたいなところに何かしらその踏み込んで、影響っていうか対策ができることになるのか、あるいは全くゼロからまた別の問題として政府とかは考えなきゃいけないのか、その辺はどのようにお考えでしょうか。まず、今回の新法との関係でいうと、端的に言って、統一教会問題については、ほぼほぼ役に立たないというふうに申し上げているところですし、したがって今のその、被害の結果統一教会側に行ったお金はどうこうというところにそもそもつながらないので、この新法は今の話とは関係がないということになるかなと思います。よろしいでしょうかね。はい、確かに北朝鮮が文鮮明の生誕地ということで生誕地訪問を盛んにやらせてました。で、それは日本人信者にお金を持たせて北朝鮮に渡すというものもありましたし、それから文鮮明が北朝鮮訪問の時に、3000億だ5000億円だ大金を持っていくと。で、今回また韓鶴子さんが招待されていて、おそらく多額の日本人の献金が大部分でしょう、お金を持っていくということが今後あると思います。で、それがそのいろいろ北朝鮮でのミサイル開発資金とかつながっている可能性ももちろん大きくあると思います。あと韓国ではチョンピョンにここは聖地とされてますけれども、日本人を大量に送ってですね、あるいは多数回一人の信者も何回も渡って送り込んでそこで献金させると、あるいは昔で言えば南米のウルグアイで、お金をその運び役として何千人もの日本人女性を送り込むとか、そういうこともありました。そういうことの規制がですね、きちんと私はできなきゃいけないと思ってますが、今回の法律ではそれは拉致外になってます。今後献金という意味では関わりが、チョンピョンの献金とか関わりがあるとは思いますけども、直接の規制対象じゃないと。今後私どもとしてはそうした被害事例たくさんきちんとまとめてですね、こういう事態があるんだということは政府の方に今後も伝えていかなきゃなと思ってます。紀藤さんお願いします。今回の法律の立て付けというのは、まずその献金被害というか、いわゆる霊感商法のうちのですね、物品被害については、消費者契約法にもそもそも霊感というのが入っているというのがあって、でそれに加えていわゆる献金とかそういうお金だけの動きですよね、それについてのだから規制をしたというのが今回の消費者契約法の改正と、それから今回の寄付金特別法の改正の2つで絞ったということになるんですけど、その他にですね、統一教会問題にはいろんな問題が絡んでるんですね。例えば児童虐待の関係については児童虐待防止法の改正問題が関係してきますし、海外に送金する問題あるいは外国で献金する問題については外為法の改正もしくは運用の問題が絡んでくるし、それから海外で何かその統一教会がいろいろことをその日本の政策に絡んでくる問題に関しては、当然それはセキュリティクリアランスの問題に絡んできて、それは外務省とか防衛省とかそういうところが絡んでくる問題であるし、それから教育の問題とか、それから宗教法人法の改正問題については当然文科省が絡んでくるということで、いわゆる省庁横断的にこの問題については議論が必要なので、だからそういう意味でその第二ステージが当然あるということを前提にですね、今回はあくまでもその意味で第一ステップでしか過ぎないということなので、そこは各省庁を挙げてですね検討中でもあるし、
どこまで検討してくれるかは別ですよ。むしろメディアの方とか国民の関心事が続くことの方がむしろ大事だろうなと思います。だからメディアはぜひですね、多くのメディアの方はですね、関心持ってですね、統一教会問題というのはお金の問題だけではなくて人権問題とかですね、それから日本の防衛の問題であるとか、国家秘密に絡む問題であるとか、それから海外での日本人信者たちが亡くなっている方もかなりいらっしゃるんですけども、そういう邦人保護の問題であるとか、そういうことがいろいろ絡んでますので、ぜひぜひぜひいろんな観点からですね、取材を継続していただくことがですね、多分官僚の人たちあるいは政治家の人たちも、今関心持ってますけども、1年後に関心持ってたって言ったら、なお悩ましいんですね。ですので政治資金規正法とかはもう公職選挙法の改正問題であるとかですね、それってまさに政治家が絡んでくるわけだから、一番多分難しい領域だし、ロビイスト規制法っていうのも当然問題になると思うんですけど、それもいつか議論になると思いますが、ぜひメディアの方がですね、関心持っていろいろ継続して取材していただくことが、とてもこの問題について大事だろうというふうに思っています。